いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県備前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した自動火災防止設備のシステム P 型2級の受信機と小型総合板、各ですね、感知器回路、こちらをですね、施工してるんですが、今からですね、このラインの5番につないだ、感知器のですね、回路、今ですね、2芯で送って末端に終端抵抗が入ってるんですが、こちらをですね、感知器ベースから、送り配線でですね、2芯で、感知器のですね、ベース部分、こちらをですね、増設して、このベースにですね、作動式スポット型感知器、熱感知器をですね、ヘッドを接続して加熱試験器で炙って、その作動についてですね、確認していきます。では今から施工していきます。こちらですね、今、末端の感知器に終端抵抗が入っているんですが、これを外した瞬間に、トラブル等とですね、ラインの5番と、回線異常、断線が出ますのでご確認ください。そしたらですね、終端抵抗を外します。外しました。はい、断線トラブル、ライン5番、回線異常トラブルが発生しました。そしたら回線していきます。トラブルが発生しました。はい、そしたらですね、こちらが今増設して末端の感知器だったんで、終端抵抗を入れると断線が収まりますので、ご確認ください。トラブルが発生しました。終端抵抗入れます。トラブルが発生しました。はい、終端抵抗を入れて断線収まりました。そしたらですね、増設した感知器のですね、ベースにヘッドを接続して、今からこの加熱試験器で炙って作動試験していきます。まずはですね、蓄積がかかります。はい、蓄積中点灯。今ですね、感知器、作動ランプがですね、点灯しているんですが、この感知器には自己保持機能がないので、受信機の復旧をですね、かける前に、感知器の、こちらのですね、作動確認ランプは、復旧役割で消灯しますのでご確認ください。はい、作動確認ランプ消灯。現場を確認してください。そしたらですね、まず主音機を止めていきます。火災感知器が作動し、はい、受信機音響停止、それでですね、復旧をかけます。はい、受信機復旧。